どうも皆さん、おはこんばんにちは、オトジャ。The Power War Simulator オトジャパン、続きをやっていきたいと思います。さあ、スケートパークがね、トゥーンしてるけど、スプラトゥーンしてるけど、森のコテージ、これヴィンテージカー行きましょうか。今1000ドル持ってる。いくらだったっけ、毎回忘れちゃうわ。エスターの家でやっと落ち着くことができたわ。しかも、とっても楽しいのよ。毎日新鮮な超常現象を見ることができる。あの幽霊屋敷じゃん。前言ったわ。あのサムネのやつだね。この家で一人人が消えたみたいな。人が消えた一軒家か。なんですけど、どうやらヴィンテージカーをきれいにしてほしいと。ガレージの奥にブルーシートかけられていた古い車を見つけた。これ大丈夫？まあ普通の車だけどな。Let's go。 はい、 Wash me、 洗ってくれって書いてある。お、余裕じゃないですか。チャッチャッチャーといけそうですよ。てれれれー、ジェニーが車の修復を生配信する予定なのさ。ご心配なく、きっと彼女がそこにいることさえ気づかないと思う。わー、まずはバーッと。結構錆びついてるね。これヴィンテージすぎません？本当に。なんだかこれが価値のないガラクタじゃないのではないかって考え始めたんだけど、いや、ガラクタではないんじゃない、これ。使えたらっていうか、普通にヴィンテージだから欲しい人は欲しいってなりそう。キャノピーやばいな。今回もコメントありがとうございます。その BGM はもう解決してんのよ。で、あら、どちら、テレテレレの方なのか、あれだな、コナンの話な。テレレテテテレレテテ。さあ、どんどん綺麗になってきますよ。ネットでエスターのカタログを見返してるんだけど、どうだい、これはどんぐらいの問題。取れねえ、汚れが取れねえぞこれ。なんだこれ、あ、サビだから。でもそれが、お前、これで落ちちゃうのはどうなのかと思うけど。マジか、これ余裕かと思ったけど意外と大変かも。言うてでもこれだったら落とせないものないね。ケンケン、あー、おいくらでしたっけ。高いんだよな。2000か、あと1000貯めなきゃいけないな。はーい、綺麗にしちゃおうねーが、はーい、しまっちゃおうねーと脳内でリンク。いやー、綺麗にしちゃおうねー。いやー、でも大変だなこれ。扉はこれちょっと舐めてたな。今までと同じぐらい簡単に汚れ落ちるかなと思ったけど、これは落ちんぞ。ざーっと水洗ってね。全然もう落ちないねこれね。ここやばいじゃん、錆びついちゃってて。バンパーが、いいぞ。タイヤ、お、追加の洗浄液、新しい仕事、消防署長。あら、何の用でしょう。消防署全体を。この車、エスター最後の映画ドライビングミーナッツに登場していたことが分かった。すごいじゃん。すごいの、
その中で彼女が言葉を喋るハンドルがついた車を運転する学校の先生を演じているの。んなんだんなんだんうん難しいな。ただその車は否定的な考え方を持ってて貧弱な会話ばかりする。ほう、あらーこれ大変。キャノピー行っちゃおう。キャノピーはこれでいけるかな。もうちょいだな。よし。あら、一点集中じゃないと厳しいね、もう。よし、長板もすーげー錆びちゃってる。おらーで、OK。 あー、この辺りもか、扉。よし、とってもオッケー。いや絶対塗装がね行くと思うんですけどね、これね絶対塗装行ってますわ。まあすでに行ってるんですよね。サイドミラーオッケー、正面から。こりゃ大変だな。オッケー、一気に汚れ落とすぞ。左右のドア、あら、オーラ・スミス映画の衝撃的なフィナーレだったが、所詮はダサく。なんちゅうことよね。いいじゃないか、そんな映画に出ていた車だと分かれば。これちょっとドリル買おうかな。ドリルタイプ買えばぐる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 っつっていって汚れが簡単に落ちるんじゃない。あー落ちないね、ここの汚れね。すごい、トランクがついてる。文字通りのトランクやん。いざ。バンパー、リアバンパーの裏？あ、トランクの下も汚れてるな。OK。
このバンパーどうしようかな。よし、バンパーあと泥よけ。下はどうやってやろうかな。これ全部合わせて泥除けって感じ。あ、どうしよう、汚れが。タイヤバンパー OK。あーでもそういう感じだな、そういう感じよ本当に。泥除けどうしよう。落ちませんな汚れが。あ、何が、タイヤか。おしゃれだね、スペアタイヤがここについてるんだな。はいはいはい、ボンネット行こうか。ふんふんふん、お、こっから洗えるな。タイヤも行けて、少し伸ばそう。これ次のレベルのやつ欲しいね。もう足りないよ、全く汚れが落ちないじゃないか。グリル、グリリリリリリ、落ちてねー。ボンネットはあとどこ、こっちか。狙い撃ち。あー仲間汚れとる。OK、ボンネット終わり、サイドミラーが終わってない、終わった。 98% か、 99% まで来たけどさ。ナイス。こっちから行ける？クラクションはクラクションなんだ。ヘッドライト。クラクション、ん？なんだ？グリルか。グリル一本一本やっていくしかないよね。一本一本ってか、この溝ごとに。オッケー。
よし、あとはなんだ。花？オッケー、花クリア。え、あとどこ、これ見つけるのが大変なんだけど。あ、なんかあった。このクラクションだ。扉の取っ手、あった。長板、これだ。ヘッドライト2、ヘッドライト2、ヘッドライト2、こっちか。あー、汚れてるのはこっちか。えい、あー、あー、この車には驚異的な仕事をしてくれたな、相棒。特定したよ、1922年チュッツワースロードスター。へえ、いや超大変だったよこれ。1230ドルか、この200ドルプラスされて。全く汚れ落ちないんだもん。オッケー、手ごわかったけど、なんとか綺麗にすることができた。次回もお楽しみに。ほんじゃまたな。